伊藤ともフリースロー沈めています。ムーリーです。増田と藤井、ここでボール出し入れしながら増田、ここはミスマッチついていきました。セカンドチャンスポイント、リーグ6位の川崎です。藤井が今度はスリーを狙っていく。来ました、来ましたね。1本目のスリーポイント決めてきました藤井優真。昨シーズンも早い段階でスターター確保しましたけど、よりフィットしましたね、はい、藤井が入っていく。スクープショット落ちましたがキーズ、原のツーポイントのジャンパー。こういうね、積極的なプレーがこうどんどん出てきてますからね、今シーズン原選手ね、まあ、ただゲーム前は豪快なダンク、観客席のため息を誘っていました。ムーニーのレイアップ、赤穂ライター、ギャミンへツーポイント、ショートコーナー、いいですね。千葉の速いボールムーブメント、これ中に入ってやるっていうのは相当大変だと思うんですけど、大変だと思いますね。赤穂もディフェンスをやりながら今のアシスト、来ましたね、来ました。入ってきたジョーダン・ヒースの豪快なスラム。千葉西村はファールをアピールし、そして篠山ショットクロック残り5秒、篠山ユーロステップからのフローター、リバウンドアギラール、エンドワンですね。スミスとダンカン、赤穂のコート上5人、マット・ジャニングが入りました川崎、ジャニングがつく、富樫のジャンパー、いいですね。昨シーズンはチームにチャンピオンタイトルをもたらしましたキャプテン富樫勇樹、マット・ジャニング3来ました、ね、タイムアウト明け、はい、さあ来ました。こういうところを決めたかったですね。こういうのが決まってくるとまた自信になるんですけどね。ジャニング入っていく、ノールック合わせて、ここはパブロ・アギラール、今度は千葉のタイムアウト。藤井が行く、藤井が持ち込んで、バスケットカウント。この辺ね、藤井選手うまいんですよ。ヤビン・エドワーズがスタートから出ています。藤井のドライブ、エドワーズ、先ほども前半の終わり2本ありましたからね、はい、シャップ、ここも藤井の勝ち。意外と得点も取れる選手ですからね。そうですね。スミスとヒース、ここもミスマッチ、スミス入って1のレイアップ。なんかまたどちらに傾くとでもない流れで第3クォーター入りました。藤井の得点つながります。使いながら原、そしてムーニーのフローター、いいですね。ムーニーとヒース、ムーニーピックアップ、佐藤拓磨コーナー3、いいですね。ギャビン、ムーニーブロックしましたね。ここはパブロ・アギラール、ナイスディフェンス、スミス、そしてムーニーのスラム。ベース一本、第一本目ですからね、はい。篠山が行く、篠山、いいですね、はい、まず隠しながら、ここは残り2分を切りました。第3クォーターです。ニックジャニングの3、ね、エンド化してきました。オープンだ、マット・ジャニング5本目来ない、リバウンド、ヒース、ヒースキックアップ、ニック・ファジーカスの3来ました。ついに川崎一歩前に出ました。ギャビン・エドワーズ、スミスからギャビン、はい、いい合わせでした。第3クォーターリードを奪った5人がコートに立ちつける、篠山のレイアップ、原が入っていく、またポカッと開きましたね、はい、ニックへ、うまくスリップに入ったニックのフローター、これはリバウンド、セカンドチャンス決めました。富樫の3、来た、来ましたね、来ました、富樫勇樹。ジャニーオープン、あー、ここもオープンだ、アギナール、エンドワン、動かして、腹が倒れています、大丈夫でしょうか。ヒース、ヒースが入って落ち着いてスラム、そしてオフィシャルタイムアウト。ただその後もプレーを止めずに川崎、ヒースが落ち着いて、さあ気合十分の藤井がマッチアップ、富樫すり抜けた、フローター決まります。さあポゼッション千葉に移りました、4点差、スクリーンを使いながら富樫のスリー、うわー、さあ1点差、第1ラウンド
注目の東地区の頂上決戦、軍配は川崎ブレイブサンダース。